さあ今度は上田馬之助の入場です。まあ、いわゆる悪党人気とでも言いましょうか、各会場には垂れ幕も下がるようになりました上田馬之助。武井さん、最近はこの悪党レスラーがいわゆるこの表街道で花を咲かせる時代になりましたからね。まあ、あそこまで徹すればですね、やっぱりファンの共感を呼ぶことも事実ですね。そうなんですね。この最先端を行っております上田馬之助、まあ、誰に何と言われようといわゆるこの事故の術を固くなり守っております上田馬之助。待ち受けますザ・グレート歌舞伎の表情をご覧いただきました。あっとご覧ください、ザ・グレート歌舞伎の表情、驚きました、熊取りをしています。これは意表をつきました、これは意表をつけました、熊取り、そして右手にはしない上田馬之助。今夜もおそらく狂乱ボートの殺戮作戦、これをまあ展開すると思いますけれども、驚きました、熊取りをしての登場上田馬之助、驚きましたね。竹内さん、この上田はですね、テキサスダラスで天狗としてやってた時と同じスタイルですね。はい、今夜の対決は2年前テキサスダラスを狂乱に陥れました2ヶ月間の因縁があります。その時はザ・グレート歌舞伎対天狗の対決でダラスのお客さんを十分に堪能させました。そしていわゆる今市内を手に持っておりますけれども、ドラゴンデスマッチという試合ルールで何度も何度も戦いまして流血の対決、両選手テキサスダラスでは勝負の決着がついておりません、遺恨を残しておりますが、今夜この札幌中島体育センター、竹内さん、日本での顔合わせは初めてなんですね。初めてですね。ドッキリ札幌です。グリーンのドッキリ、グリーンのドッキリを吐きました。異様なムード、お客様の方が手に取られています。札幌中島体育センター、おっと上田馬之助も霧を吹きました、黄色い霧です。さあ勝負が始まりました。いやいや大ハプニングの連続、札幌中島体育センター、さあ勝負は早いところから荒れてまいります。場外乱戦、場外乱戦、2人のセレモニーが終わりました。今夜熊取りを施した上田馬之助、金髪、顔面ご覧ください、すごい熊取り。一方のザ・グレート歌舞伎の方は3色の熊取りであります。さあ山田さん、いや竹内さん失礼しました、この対決、おートラースキック、まずオープニングキック、トラースキックを打ちます。ザ・グレート歌舞伎、見どころはたっぷりあるかと思いますけれども、おそらくもう狂乱のファイトになるんじゃないですかね。今日の上田を見てますとね、まさにこの対決やる気十分ですね。ですね、日本での初顔合わせ。まあ竹内さん、展開の方は想像がつくんですけれども、果たしてレスリングになるかどうか。おっと頸動脈フローに行きます。まずグランドでの展開から始まりました。今のところ技を2つ、大技を2つ打ったのはザ・グレート歌舞伎、トラースキックが1発、それから両方の肩、頸動脈を締めております。このクローですね、ザ・グレート歌舞伎が主導権を握りましたね。なんと歌舞伎の リードになってますね。しかし劣勢に立ちますと、この上田馬之助にはいわゆる新軍団の応援がおそらくあるかと思います。新軍団は今夜はもう大勢いますからね。この辺りも十分に注意、ジプシージョンも待機してますからね。そうですね、試合終わりました鶴見五郎あたりもこの上田馬之助軍団というふうに言われております。再び場外でありますザ・グレート歌舞伎対上田馬之助、もうこの札幌のファンはもう最大のプレゼントじゃないですかね。竹内さん、やっぱりまさに夢のカードですね。そしてまた上田馬之助が意表をついて熊取り、そして黄色い霧を吹いたわけですからね。さあ試合はもう荒れてまいります。こういう試合は予想ができました。上田馬之助、早くも狂気を持ってグレート歌舞伎、グレート歌舞伎、先ほど頸動脈フローを見せましたグレート歌舞伎の両方の手、あるいは肩口、この辺りを椅子で熱波打ちにしています。そして髪の毛を掴んでリングの中に引きずり込もうという上田馬之助。パワーの方では上田馬之助に軍配が上がりますか。竹内さん、パワーでは上田が上でしょうね。でしょうね、おそらくそのパワーで打ちまくってくることでありましょう。上田馬之助、椅子を取って喉元にグイ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 押し込みます。ステンレスのスチールの部分が、歯を立てて喉元に食い込んでいます。あるいはザ・グレート歌舞伎、今夜流血か、大変な一戦になりそうです。あのテキサスダラスのマット上ももう血塗られたそうですね。竹内さん、あれも大変な流血戦としてですね、ダラスのファンの高さになってますね、はい、そうですね、両選手熊取りを施しています。まあ、それにしましてもこの熊取りレスラーの火をつけたのがこのザ・グレート歌舞伎、
現在アメリカマット界のはクマ取りレスラー大ブームだそうですね。もう非常に早いピッチですね。そのレスラーの数が多くなってますね、はい、そうですね。まあ、タッグマッチで、まあ、来日しておりませんけれども、なんとか来日してほしいという要望が非常に多いロードウォーリアーズ、これがまあ代表的なクマ取りレスラーのタッグチームですけれども、竹内さん、シングルのプレイヤーで活躍しているのはこのザ・グレート歌舞伎一人のようですね。そうですね、あとはジャイアント島田とかいますけど、やっぱりちょっと格が違いますからね、はいはい、格が違いますもんね。たった一人でアメリカ大陸をのし歩きますこのザ・グレート歌舞伎。あ、口からちょっと泡を吹いたようです。ドッキリを吐いた時に出ましたこの、口の周り、それから歯の間、非常に不気味でありますがグリーンに変色してまいりました。これですザ・グレート歌舞伎の縁取り。今夜は赤を基調にしています。赤と緑と黒3色。そして上田馬之助は1色黒でしたね。次1色ですね、ということになりますと、竹内さん、今後の上田というのは熊取りでずっと出てくるんですかね。そうですね、この反応、ファンの反応以下によってですね、はい、このサイドを貫き通したことも十分考えられますね。花道を通って出てきた瞬間、6300人のお客さんからうおーというどん欲が起こりましたね。これは非常にやっぱいい反応でしたね。そうでしたね。ご覧ください、金髪に熊取り、上田馬之助、まさにこの金髪の日本男児、異色のレスラーであります。しかしこの先ほどもご紹介しましたが、悪ゆえの人気、こういったものもうなぎどもり、上田馬之助、頸動脈を聞いています。竹内さん、ちょっとリングの中の勝負が多くなりまして、今夜はレスリングやってますよ。珍しいですね、いつもの上田とちょっと違いますね。ですからやっぱり上田にしてですね、何が何でもやっぱり今日は決着をつけておきたいわけですよね、帯広で行われました上田馬之助が挑戦した天竜へのユナイテッドナショナルヘビー級の選手権も、前半は非常に華麗なるレスリングを展開した両者でしたが、結局は反則というような結果に終わってしまいました。上田馬之助もインターナショナルタッグの王座決定戦、この仕上がりを見ていますと、ジャンボ鶴田も天竜も一筋縄ではいかないという感じがしますね。まして去年ですか、上田晋は一度そのインタータッグを手中に収めてますからね、その自信もやっぱり大きいものがあると思いますね。そうですね。そしてまた天竜と反則、結果は反則に終わったということで、上田馬之助タイガージェット新陣営は当然天竜狙いに来るでしょうね。当然天竜にターゲットを絞ってくるでしょうね。そうですね、すごい苦労攻撃であります。パートナーのこのタイガージェット新の素晴らしいコブラクローがあるでしょう。まあ、ずっとチームを作っておりますので、この上田馬之助にもこのクローのこの真髄が分かってきたような感じがしますね。やっぱり急所が分かってるわけですね。分かってるわけですね。タイガージェットシンが見せるいわゆるコブラクローというのは、打たれた後、打たれた選手のこの喉あるいは肩のあたりがこの爪の跡が残ってしまいます。それだけ威力があります。上田馬之助のクローはどうでしょうか。後ろ回し蹴り、トラースキックを打ちます。体勢を立て直す緑の柔道着、今夜のザ・グレート歌舞伎場外に送り出しましたが、しかし這い上がってリングの中に入ってまいります。リングサイドを取り巻きます大変な数のカメラマンであります。本当にそういった意味では絵になるレスラー同士ですね。竹内さん、絵になりますね。そうですね。さあ今度は対角線上放り投げる上田が突進へ、トラスキック、カウンター、トラスキック命中。さあここで一気に挽回か、セカンドロープ、これを伝わります。そして正面から思い切って今度はチョップを落としました。今のは空手チョップ、政権好きではありません。空手チョップを落としました。場外に送り出します。両選手非常にいい展開になりました。ザ・グレート歌舞伎対上田馬之助、場外での一騎打ち、場外での一騎打ち、果たして日本での対決、両者ともに決着をつけたいと言っておりますけれども、またまた遺恨を残すか、遺恨合戦になるのかどうか。ザ・グレート歌舞伎対上田馬之助、両選手場外に回りました。ご覧ください、もう2列3列のお客さんずっと後ろの方に座ってしまいました。そばにいると危険です。何をしでかすか分かりません。ザ・グレート歌舞伎、そして上田馬之助、ザ・グレート歌舞伎は非常に冷静な選手ですけれども、相手が相手だけに、さあ椅子を持って放送席の真横で激しい殴り合いが演じられております。激しい殴り合い、椅子を持ってもう頸動脈、喉元突き刺します。激しい展開になりました。ザ・グレート歌舞伎、そして天竜が、いや、上田馬之助が首を横にかくまいまして、そのまま花道の方を戻ってしまいます。さあまだまだ試合は続きます。試合は続きます。60分の一本勝負特別試合、激しい試合でした。ザ・グレート歌舞伎対上田馬之助、果たして結果はどうでしょうか。果たして結果はどうでしょうか。おそらく両選手リングアウトかと思いますが、この花道の近くにタイガージェットシンの後ろ姿、タ
タイガージェットシンが助っ人に入ります。何やら椅子みたいな板切れを持って、角材ですか、これを持ってザ・グレート・カブキに一撃を加えました。結果は両者リングアウトという形に終わりました。公式タイムは7分16秒。武井さん、またまた遺恨を残してしまいましたね。あ、前回の展開を見てますね、あるいはリングの中で決着かと思ったんですけどもね、はい、やはりこういう展開になってしまいましたね、はい、そうでしたね。これがザ・グレート・カブキ、場外でめった打ちにされました。まあ、ザ・グレート・カブキはもう去年の例を見てみますと年に2回ほどしか来日 しないんですけれども、何しろアメリカマット会社の大変な売れっ子でありますので、スケジュールがなかなか取れません。しかし上田馬之助との因縁がここで日本のリング上でまたまた起こってしまいましたね。それだけですね、これはもうぜひ近いもう将来に最初に見せてほしいところですね。本当ですね。ザ・グレート歌舞伎対上田馬之助の札幌決戦、今後に後を引きそうであります。ああ勝負終わりました。ザ・グレート歌舞伎、軍満やる方ない表情。あのトラースキックを2発打った後、得意のザ・グレート歌舞伎、政権好きで、息を殺すかと思ったんですが、しかし上田馬之助もなかなかタフな選手、やはり上田のペースで勝負は終わってしまいましたね。そういうことですね。結果的には因縁を残しました両選手、両者リングアウトという結果に終わっております。